データを分析する QC7 つ道具。おはようございます、マサルです。今回は QC7 つ道具について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成31年春問い41。システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ、累積曲線を入れた図表はどれか。あ、散布図。い、特性要因図。う、パレート図。え、ヒストグラム。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、パレート図が正解です。それでは解説していきたいと思います。 QC7 つ道具とは、品質を管理するために活用される品質管理手法のことです。なお QC7 つ道具の QC はクオリティコントロールの略で、品質管理を表しています。製造業にとって品質管理は欠かすことができません。品質管理によって製品の品質を一定に保つことで顧客の信頼を得ることができます。品質管理に大切なのはデータの分析です。データの分析方法としてよく活用されているのが QC7 つ道具と言われる品質管理手法です。具体的にはパレート図、特性要因図、グラフ、ヒストグラム、散布図、管理図、チェックシート、この7つが QC7 つ道具です。ここでは先ほどの問題の選択肢にあったパレート図、特性要因図、ヒストグラム、散布図について勉強していきます。まずはパレート図から見ていきましょう。パレート図は分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示して、重ねて総件数に対する比率を折れ線グラフで表したものです。試験対策としては棒グラフと折れ線グラフがあるものイコールパレート図と覚えれば正解できそうですが、せっかく勉強する機会があるので、どういうデータを分析するときにこのパレート図を使うのかも意識して勉強しましょう。パレート図の利用が適しているのは重要な項目を把握するときです。例えば私が公開している動画の各動画あたりの登録者数を棒グラフで示すとします。その総件数に対する比率を折れ線グラフで表します。するとどんな動画で登録者数が増えているのかを把握することができますよね。このように重要な項目を把握するために利用されるのがパレート図です。次は特性要因図を見ていきましょう。特性要因図は原因と結果を体系的にまとめて、結果と原因を明確にするために利用します。図の形が魚の骨のような形になることからフィッシュボーン図と呼ばれることもあります。特性要因図は特性という言葉が少し分かりにくいのですが、特性というのは結果のことだと思ってください。どうしてこのような結果になったのか、どのような原因があったのかを把握するのに利用するための図です。つまりどうしてそのようになったのかを調べたいときに利用するのが特性要因図です。例えば先ほどのパレート図である動画からのチャンネル登録者数が多かったことが分かったら、この特性要因図を使ってどうしてチャンネル登録者数が多かったのだろうと考えることができます。では次にヒストグラムです。ヒストグラムは収集したデータをいくつかの区間に分けて、区間ごとのデータを棒グラフで表し、平均値が中央になる図です。これまでと違って中央からのばらつきを把握するために利用します。例えば木材を切る作業をヒストグラムで管理するとします。木材はある一定の長さで切る必要があるものとして切り出していくんですが、やはり一定の割合でズレが出てきてしまいます。このズレをヒストグラムで管理します。するとどれぐらい品質にばらつきが出ているのかがわかります。できるだけ品質を一定に保ちたい場合にヒストグラムを使えば一目瞭然でわかりますよね。次は散布図です。散布図は2種類のデータの関係性を把握するための図です。例えば体重と身長の関係などは散布図で把握することができます。身長が高くなればなるほど体重が増加するという関係性がわかります。散布図では2つのデータの関係性を確認することができると覚えておきましょう。なお散布図についてはその他にも押さえておきたいキーワードがあります。それが正の相関、負の相関、相関なしという関係性です。例えば先ほどの身長と体重は正の相関にあたります。
身長の大きさに比例して体重が増加するという関係性があります。一方、あるデータの値が高ければ高いほど、もう一つのデータの値が低くなる傾向があると負の相関と言います。例えばゲームをする時間が増えると成績が下がるという関係が負の相関の例に当てはまります。また散布図の点が散らばっているときは相関関係がないので相関なしと言います。例えばサイコロで出た目と天気は関係ありませんよね。そういったものはバラバラになるので相関なしということになります。正の相関、負の相関、相関なしという言葉も覚えておきましょう。それではここまで学んだ内容を使って問題を見直します。システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ累積曲線を入れた図表はどれか。正解はパレート図です。パレート図は重要な項目を把握するための図です。発生頻度の高いバグを把握することで優先的に対応して品質を高めることができます。それでは QC7 つ道具に関わる別の問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート令和5年問い38。システム開発プロジェクトの品質目標を検討するために複数の類似プロジェクトのプログラムステップ数と不良件数の関係性を示す図として適切なものはどれか。A 管理図、 E 散布図、 U 特性要因図、 E パレート図、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E 散布図が正しい選択肢です。プログラムステップ数とはソースコードの行数のことです。どれくらいソースコードがあるのかを指標にしてプログラムの規模を把握することができます。そのプログラムステップ数の中でどれぐらいのバグがあるのかを把握する、この2つの関係性を把握するために利用するのは散布図です。少し話が脱線しますが、実際にはステップ数、つまりプログラムの行数というのはいろいろな要因で増減をするため、ステップ数とプログラムの不良率を散布図で表すのはあまり良いデータが得られないんじゃないかなと個人的には思いますが、問題としては2つの関係性を示す図なので適切なものは散布図しかありません。話を戻します。今回の問題に出てきた散布図、特性要因図、パレート図はすでに解説済みなので、次は管理図についてお話しします。管理図は中央線と情報、下方、管理限界線で構成されており、グラフの点の並びによって異常原因が発生していないかを分析する手法です。例えばある機械を動かしてみて、その温度を管理図で管理します。するとあるタイミングで上限値を超える温度になってしまった場合、異常が発生したことがわかります。管理図は品質のばらつきを分析したり異常を検知したりすることができます。管理図の特徴についても覚えておきましょう。それでは問題を見直します。システム開発プロジェクトの品質目標を検討するために複数の類似プロジェクトのプログラムステップ数と不良件数の関係性を示す図として適切なものはどれか。正解は E 散布図です。2つの関係性を示す図なので散布図が適切です。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。最初にパレート図についてお話ししましたが、このパレート図を応用した ABC 分析というものが出題されることもあるので、この機会に覚えておきましょう。パレート図は分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示し、重ねて総件数に対する比率を折れ線グラフで表したものです。重要な項目を把握することができますとお伝えしましたね。このパレート図を応用したのが ABC 分析です。 ABC 分析では A、B、C、 3つのグループに分けて管理をすることで重要度や優先度を決めることができます。先ほどのパレート図は重要項目を把握するのが目的でしたが、そこからさらに3つのグループに分けることで重要項目を把握します。例えば A グループは最優先で対応する、 B グループは現状維持、 C グループはごく少数なので管理対象外とする。このように管理する優先度を把握することができます。理想としては全てに対して分析管理をすることができれば良いのですが、現実にはリソースが限られているので優先度をつけて対応していく必要があります。その時にこのような ABC 分析が役に立つということなんですね。ABC 分析もせっかくなので覚えておきましょう。
それでは最後に問題の復習です。 IT パスポート平成31年春問い41、システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ累積曲線を入れた図表はどれか。正解はう、パレート図です。次の問題、 IT パスポート令和5年問い38、システム開発プロジェクトの品質目標を検討するために複数の類似プロジェクトのプログラムステップ数と不良件数の関係性を示す図として適切なものはどれか。正解は E、 散布図です。その他にも ABC 分析についても一緒に勉強しました。 ABC 分析もしっかり覚えておきましょう。それでは今回は QC 7つ道具について一緒に勉強しました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。ネットワークやセキュリティを一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。